いでしょですね、意識です。う。ああ、意識。デイビッド・チャーマーズですよ。なんか意識の話、久しぶりですね。ああ、そうですね。だけど、チャット GPT みたいな自然言語処理 AI が、まあ、話題になってくると、やっぱり意識って乗ったんじゃない？これから乗るの？みたいなことは、当然議論としては出てくると思うんですね。そしたら、AI の学会で、実にタイミングよくというか、デイビッド・チャーマーズを呼んで、基調講演をしてもらったというのが去年の11月頃でしたっけね、あったということで、どこの学会ですか？ニューロ IPS という、人工知能の学会ですよ。そうです。なんかスライドがあるんですか？あります、あるんですが、ちょっとちゃんとは用意しきれなかったので、今回は予告になっちゃうかもしれないです。そうなんこれですで、ね。表紙絵は書いてる暇がなくて、なんか、あれなんですよ、なんかミッドジャーニーが、なかなか応答してくれなくて、全然動かなくなっちゃってました。ということで、ちょっと中身には立ち入れないんですけど、ちょっと面白い話を聞いたということで、お話ししたいと思います。概要ですけど、ニューロ IPS という、機械学習のにおける世界最高峰の国際学会の一つというのが、ありまして、去年は、11月28日から12月9日までニューオーリンズで開催されました。これはもうチャット GPT が出た後や。特に後半はね。ああ、そうですね。30日に出たんだから。ああ、ほとんああ、ど。そうだ。でも初日か。初日ですね。ああ、だから本当に。まだ出てないやん。ああ、そうだ、直前ですね。すごいな。だから GPT-3 みたいなのがすごいと言って、まあ、呼ばれてきたということなんでしょうけどね。で、基調講演して、その題が巨大言語モデルに意識が宿るかということですね。で、なんかすごいこと言いましたね。今現在意識宿ってる可能性を10%以下してもちょっとでかいような気がしますね。それから10年以内に、マルチモーダルみたいなものを含めた LLM の発展系みたいなものに意識が宿る可能性は25%かそれ以上という、なんかすごいことを言いました。で、ちょっと中身にはあまり触れられないんですけど、デビッド・チャーマズというのが、かの、意識の、大先生ですね。56歳。すごく元気が良くて、威勢よくバーッと喋る人ですね。で、心の哲学の指導的な哲学者の一人で、哲学の教授ということですね。で、シドニーで生まれた。で、高校生の時、国際数学オリンピックで銅メダルを取ってきたということで、もともと数学が非常に強い人ですね。例の意識のハードプログラムを言った人です。だなからのこので、人ね、いわゆるね、文系じゃないのね。そうなんですよね。だから、本当に、数学者や物理学者が聞いてスカッとするような、こう、非常に論理的で明晰な、論を張りますね。非常に論理的なんだ。そうなんですね。しかも結構若いんですね。もっと上そう。かと思ってました。元気ですよ。威勢のいい喋り方しますね。それで、あと資料だけを先に出しておきますと、これがその動画ですね。で、YouTube ではなく、この学会のところの、ページの中に埋め込まれて、この45分にわたる動画というか、実際51分になってますけどね、動画が貼ってあります。で、それとほぼ同内容のものが論文に書き下されていて、ほとんどトランスクリプトみたいなものになってます。タイトルも同じです。だからこれを読むことによっても、まあ、理解できるということですね。それと別動画として、これ全然別物なんですけども、編集したもので、そのニューロ IPS の会場とかで、チャームスが外を歩いてるところを捕まえてとか、あるいは通行人が捕まえて質問してるところを動画で撮っちゃったみたいな、そういうライブ感のあるものを編集して動画にして、これも結構面白いです。ということで、今日はちょっと内容まで触れられないんですが、ざっと言うと、ですね、何でしたっけ？まず、チャーマーズは、意識のハードプログラムっていうのを言ってて、どうして脳という物質に意識が宿るのかっていうのは、これは難しい問題であって、科学っていうのは物しか相手にしてないから、科学の守備範囲の中にそもそも主観って入ってないんだけど、ハードプログラムって問いは、客観世界、物質の世界と主観の世界とまたがって問いが問い、設定されてるんだから、それを解くには科学が、
意識というか、その主観の方も守備範囲として取り込むような、そういう拡張科学みたいなものは基盤が敷かれないことには取り組めないし、解明できないと言ってるので、非常に難しい問題で、だから300年かかるっていうのも妥当なんだろうなっていうふうにすごく思うんですが、その割にはこんなこと言っちゃってるというのはどういうことかというと、そのハードプロブレムが解けなくても AI が発展することによって、そこおまけのように、なんとなく宿ってきちゃうということが起きるよという視点なんだと思います。なので、別にこの時点で、ハードプログラムが解けるとは言ってないので、ちょっと私が300年、300年って言ってるのに、これ言われちゃうと、ちょっと裏切られた気分なんですが、いや、解けるとは言ってないんで、解けるのは300年かもしれないということで、一応矛盾はしてないという感じですね。で、またあれですね、その中身については後日そうですね。報はい、告やりたいと思って中身にま関す。しては、だから我々は勉強会でこの論文を読んだわけですよ。ああ、そうなんですね。私も読んでますし、声も聞いてますけどね。で、読んでね、だからみんなの参加者のね、印象ね、これはすごいと、すごいと今、このチャーマーズっていう人の論理展開が極めて論理的なもの。それは素晴らしいなと私も思いました。で、よくね、哲学者っていうと、まあ、言うたら悪いが、その論理展開がなんかね、感覚的な、そう、随筆みたいにダラ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 いう傾向こうありますね。思うみたいなね。で、こっちがそう思わないと言ったら、それで終わってしまうような話。チャーマーまあ、氏の若言っ干てきた偏見ね。だと思いますが。あ、だから人によるわ哲学け。から怒られそうだ。だからいわゆる文系的な発、この人は、もともとね、さっきみたいに、まあ、数学も得意だし、で、ニューラルネットみたいなことも最初やったとか言うから、だから理系的発想なんですよ。そうなんでですから、論理展開が極めて理系的で論理的なんだじゃあ、から、そだのからあたりについね、てはまた次回、ぜひ、内検討容しは、たいはい、とぜひ、思いますやってけど、今ほしいで日はす。ここのとこだけですよね。最初ね、このね、一番始まりがね、どう言ってるかって言ったら、例のイリア・サスケバーが現在の LLM には、少しスライトリーに意識が宿ってい触るれてましたね、そこに。とか言って、そのノートリアスな、ね、ツイートから始まるんだって、あと、まあ、触れたルらいい。モアンさんの、ラムダ騒動にも触れてましたね。で、あれをクビにしてしまってって。ちょっと中身はまた次回にそうでおす楽ね。しみにおいてはい、もおらっ楽して、みと解説します。今回はそこの部分ですよね。今の LLM に意識が宿っている可能性10%以下と言っているところが結構衝撃なんですよね。それはそうですね。だ、で、かくて大きほとんどく、だから我々の認識ではゼロに近いんじゃないかだから以下とか言いながら随分でかい数字出してきと。たなっていう10のって結構で。い数字や、大きいこじゃれ、ないのと。あると思いまね、すよ。10%以下、5%ですね。で、いや、さらに言えばね、まあ、ルマン氏の話になればね、グーグル側はルマン氏が、ね、意識が宿っているということに言ったことに対して、そんなことはないという、ね、山のような証拠があると、と言ってんだけど、その山のような証拠は出してないのね、グーグル。で、いや、だから出したらこの、議論のに乗るんだけど、だから、ね、ルマン氏もね、意識があると思うみたいな感じですよね。だけど、グーグルはね、いろんな専門家に聞いてみたけど、ね、意識があるなんてことは誰も言うてないと。ならね、チャーマスに聞けよって言いたいわけよ。チャーマスは、いや、5%ありますよとか10%ありますよって言ったら、グーグルはね、あらゆる専門家がそんなことは否定したなんて言えるんかって、まあ言えませんよね。というわけでね、このね、チャーマスのこの、講演で、講演の内容とまたペーパーっていうのもちょっと違って、ペーパーの方がはるかに論理的よね。納得がいくよ。しかもこれ、チャット GPT とかね、Bing GPT の前でこういう、前ない。ですよね。今これを見た後、またどれぐらいだと思ってるのか知りたいですね。そうなんや。ぜひね。いや、というのは私もいろいろ記事を見てると、今やっぱり心理学の人とかが結構発言してるように思うんですよね。
今の AI に立ついて。で、まあ、ちょっとこの皆さん、例えばその発達心理学という心の理論とか、この前の別人格が現れたとか、そういうのを聞くと、いや本当に意識って言ってもいいんじゃないのかなって思うように私もなってきたんですよね、この2ヶ月ぐらいで。その辺をちゃんと専門家がどう思ってるのかってのはぜひ興味ありますね。そうですね。さらにね、小林さんの先ほどのチョムスキーの話で言語学の話やけど、何百年経ってないと言うけど ね、これは小林さんもおっしゃったんだけど、チャット GPT がね、仮に嘘でもよ、ね、真っ赤な嘘でもあれほどね、論理的な嘘をつく。つまり言葉が言葉になってるわけじゃないですか、嘘が。つまり腹掘りひれみたいなわけのわからんね、単に単語を並べたんじゃなくて、ちゃんとして文法的には正しい、嘘をついてるわけよ。そうですね。だからね、これ言語構造を理解 してなきゃ言葉が出てこないじゃないですか。だからね、もし言語学者たるものはね、あんな何の役にも立たないというんじゃなくて、なんであんな言葉が出せるんだって、そこを研究すべきだと僕は思うんですよ。うんうん、だからそれはだけどさっきの話ですね。さっきの話じゃなくて。チャーマーズさんはまた違うんですね。意識の方ですからね。いや、それも同じで、だから人間のなんで意識が生じるかということと、同じである必要はないような気がしてくるわけ。ああ。機械の意識と人間の意識。だってね、意識っていうのはね、人間だけが持ってるわけじゃないわけですよ。ね、犬とかね、猫だって持ってると。これ、チャーマーズもそう言ってるわけ。ひょっとしたら魚も持ってると。知能はね、例えばね、猫の知能と人間の知能は圧倒的に違うけど、ね、意識のレベルで言ったらね、そんなに差がないと。あるいはそのネーゲルの論文で有名なコウモリであるとはどういうことかっていうのがあって、エコロケーションするコウモリの気持ちっていうのは我々は想像はしようとしても、本当にコウモリであるって、私がコウモリであるっていうことがどんな感じかっていうのはちゃんとは分からないって言ってるんですね。だからもしかしたら機械には機械の独特のクオリアが宿っちゃったとしたら、それは我々には分からないってことですね。それを申し上げたいの。だから、知能、これね、私がこの前のシミュラーサロンで言ったけど、人間知能っていうのと機械知能っていうのは一応別なんですよ。ね、重なる部分があって、ね、で、人間、このね、機械知能が人間知能を追いつくしたら初めていいと。いう立場、これをまあ僕の人間主義者よ、ね、で追いつくせてないからね、機械はダメだって彼らは言うわけよ、だけどこの機械知能でしかできない部分が巨大に膨れ上がってんのよ、ここを評価しないでね、人間にができて機械にできない部分だけをね、ここができないだろう、でそれも、ね、一歩ずつね侵食していくのよ、機械知能がね、その時にはね、批判家はどういうかって言ったらね、しれっとそのことを忘れてね、またこれができないだ、あれができないだと言うのよ。つまりね、常に土俵をね、ずらしていくのよ、彼らは。追い詰められてきます。あんまりね。いや、だからね、僕はね、科学者の良心があったらですね、言語学者の良心があったらね、チャット GPT がね、嘘であるにしろ、何であるにしろ、なんであんな言語が喋れるのかって、そのメカニズムを理解すべきだって、これが僕は新しい言語学だと思うんだけどね。でも思い切って言い切っちゃうと、言語学者が言語を理解してるよりも、トランスフォーマーが言語を理解してる方がよりよく理解してんじゃないかなっていう気がしますね。ただそうは言ってた、トランスフォーマーは説明はできないわけよ。ああ、そうですね。自分自身がなんでこんなにね、頭がいいかっていうことを説明してくれって言ったら、そんな答えられない、そうですね。どうやって人間が解明せんというか。そう。どうやってるんですかって聞いても、まあ、教えてくれないわけですよね、きっと。いや、それ知らないからよ。これは我々がどうやって言語が喋れてるかは答えられないと同じようなことですよね。それは人間の言語学者もわかんないし、あれはね、チャット GPT がなんで自分がこんなうまく喋るのか、それも分かってないわけ。だからね、人間の言語学も重要かもしれんが、機械の言語学っていうものも重要だと僕は思う。
だから機械言語学っていう分野が出てきてもいいと思う。本当そこ誰か説明してほしいですよね。あのアテンション機構重ねるだけでなんでこんなうまくいっちゃうんだよ。そうよ。本当ですよ。チョムスキーがね、そんなね、まあチョムスキーはもう94歳で。ですから、まあ、言うても無理だと思うけど、いやさっきだから90歳でできるって言ってました。いや、新しいね、若い言語学者はね、いや、機械言語学っていうのを創始すべきだと思う。はいはいはい、それはまあ面白いです、ね。面白いですね、はいはい、確かに。うん、あとだから先生、意識の方ですよ、この今の話は。どうしても全然好きだからまあ機械言語学。それはでも改めて内容はまた言います。機械意識学でもいいわけですね。あ、そうですね。そうですね。機械意識学もあれば面白いですね。機械意識学。ただね、あのさっきのコウモリの話でもそうですけども、うん、人間の脳の可塑性っていう話ずっとされてますよね。うんうん、視覚失ってもなんか味で。そうそう、舌で見れると装置あるし。出てくるみたいなこと、はい。実際エコロケーションできる人もいるんですよね。人間にはないこのクオリアであっても人間の脳で勝手に置き換えて感じることはできるかもしれないですね。うん、まあその機械意識学という方もちょっと、ね、面白いですね。見ていけば面白いかもしれませんけど、うんうん、あちなみにあのチャーマーズ あの論文の方にはあのあれやの金井さんもちょっと引用されてます。また金井さんをお呼びしてもいいですね。あそうですね、忙しそうな気もしますけどね。だって国のあの何ですかムーンショットに関わってんでしょ。相当大変そうですね。まああのそのチャーマーズの論文の方をまた紹介して、うん、はい、内容に、はい、で待ちきれない方は自分で読んでみてください。とりあえずそういうことで、はい。